はい、どうも、時堂です。今、サウジアラビア最終日となりました。ですね、僕はコロナウイルスの、発症者の濃厚接触者、日本だと濃厚接触者に当たってしまったため、2回検査を今して、で、2回目の検査でちゃんと陰性だったので、なんとか無事、帰れることになり、こうして動けるようになったという事情がございます。まあそもそもサウジアラビアではもう濃厚接触っていう基準がないらしいんですが、一応日本の東京都の基準に合わせて、そちら僕の方はやっておりますと。で、なんとか、ね、このさよならパーティーにも一応参加させていただけてます。僕はこっちに来てから初日はいただいたんですが、全然食べていないデザート類。ビュッフェスタイルです。何か変わったのはあるのかな？ブルーベリーパフェ。マンゴーパンナコッタ。まあ、ここら辺は普通ですかね。パイナップル。あ、これは、バスボーサ。おそらくは、中東のものなんじゃないでしょうか。これはドラゴンフルーツか？ココナッツリンザー。チョコレートパッションスライス。なるほど、チョコレートが乗っている。レモンメリンゲ、メレンゲパイ、ティラミス。あー、これうまそう。ベリーバニラケーキ、スイカ。そして僕が気になってるのはこのウマリ。これね、どこにでもありました、このビュッフェのデザートコーナーに。こういう、なんだ、あったかいですね。あったかい、なんだろうな、なんか、プリンというか、クリームブリュレというか、そういうものが、こちらの定番の、おそらくデザートなのではないかなと思っております。まだまだね、さよならパーティー、楽しんでいきたいと思います。これから、日本に向けて、空港に向かうところであります。僕はなんとかね、濃厚接触者になってしまったんですが、2回の検査を経て、日本の基準でも、隔離しなくていいというところになりましたので、みんなと一緒に無事に帰れるということになりました。今、皆さんも準備時間になりましたので、日本のプレイヤーの人たちが出発へ向けて待っていると。いう感じでございます。ダブルもいるしね。それではこれから空港へ向けて旅立ちます。ただいまですね、入国審査を終えて、飛行機に乗るところの前の待合のところですかね、13番ゲートから乗りますので、皆様おなじみスターバックスあります。こちらのアイスアメリカーノに、ホイップクリームをトッピングした、こちらですね、糖質制限中でもいけるものなんですが、これをオーダーいたしました。僕はね、砂糖抜きというか甘くないものをオーダーしたつもりなんですが、ちゃんとオーダーできているのか、こちらをちょっと確かめてみたいと思います。どうでしょう。ん、甘くない。さすがスターバックスといったところか、どこの国でもホイップクリーム甘くないみたいです。さあ、いよいよ登場して、これからサウジアラビアリヤドを経って、まずはドバイへ向かいます。ドバイ出町からまたドバイから成田へみたいですね。まず僕は帰ってからエボへの準備もありますので、しっかりこのフライトで出れればいいかなと思います。約2時間かけてリヤドからドバイにやってまいりました。これからまたここで2時間待って、さらに10時間かけてかな、東京は羽田空港の方まで、行くと。あれ、誰だか。長旅ですね。はい、今、荷物検査を終えて、
真夜中のドバイ空港なんですが、めちゃくちゃ活気があります。夜の1時、ちょっとここでドバイ土産なんかもあるかもしれないから、ちょっと見てみましょうか。これお土産屋さんでカバン売ってることあるけど、空港でカバン買う？あとは皆様大好き、アグリマ大好き、タバコ。しかしこれも一つ大きな、まあ、罠がありまして、海外で買うタバコの味は日本の同じ銘柄でも全然違います。昔達也にタバコ割ってったら怒られました。まあ、達也さんも、灰谷達也じゃないよ。二代目メンソリューの方に、中国のタバコは安かったんで、買ったんですけど、味が全然違うと言って怒られました。おー、さすがドバイ。金。ゴールドでございます。1グラム、66ドル。あとやっぱドバイはサウジと同じくデーツなんかが多そうですね。デーツはサウジで買いました。これもデーツかな。植物なんて思うんだこれ。私が狙いを捨てているのはスターターのオリアンウィングスです。さっきはね、空港飛行機の中で機内食出たんだけど、炭水化物抜きをやってるとね、全然食べられるものがなくて、1本プロテインバーを消費してしまったので、帰りの長い飛行機の中でもうあと1個プロテインバーしかないから、ちょっとここでねオリアンウィングを食べて、はいどうも、こちらでございます。ちなみに、このコリアンチキン、ちょっと甘いソースがかかってそうで失敗したかもしれませんが、でこちらのコーラで、ドバイです。お値段なんと49AED ですので、 1AED が36円、1800円です。すごいねドバイは。結構やっぱね、空港で食べる食事っていうのは旅の醍醐味でもあったりするんで、特にね乗り継ぎね。いただきます。うん、うまい。あ、これ美味しい。まあこちら帰らげてまた飛行機乗るところに向かおうと思います。はいどうも、ようやく成田空港に着陸しました。帰りはね、まあそこそこ寝れたかな。また明日も長距離フライトだと考えると、ちょっと今日は帰ってゆっくり休みたいね。はい、たった今、入国審査を終えて、無事成田空港に到着しました。これからは、電車に乗って、あとは家に帰るだけであります。ですね、今、MySOS というアプリがあれば、非常に簡単にその入国の審査を済ますことができるので、海外の方は、事前に MySOS の、登録をしておくと、非常にやりやすいかと思います。長いようでね、あっという間のサウジアラビア遠征でした。また明日ね、今度は羽田の方から、ラスベガス、エボの方に行ってまいりますので、皆様そちらの方もご期待ください。それでは、また。